エチオピアだけはワイングラスに。コーヒーによってカップを変えるんだ。そうです。うん、うまい。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。皆さん、僕がこの間あげたこちらの動画見ていただけましたでしょうか。近所にできたアバウトアスコーヒーさんっていう、まあ、コーヒースタンドですねに僕が行ってきて、美味しいコーヒーをね飲んできたっていう動画なんですけれども、その中でエチオピアですね、すごく香りのいい、豆なんですけれども、そちらの豆を、まあ、落として、このアバウトアスコーヒーさんではワイングラスで、ね、出してるんですよ。まあ、それを僕が見て感動するシーンがあったんですけど、まあ本当いいなと思って俺もやりたい。何コーヒーをワイングラスで飲むとか、かっこいいじゃん、おしゃれじゃん、やりたいじゃん、ということで、はい。一応ね、最初はこの普通にうちに置いてあるワイングラスがあるから、これ使って動画撮ろうかなとも思ったんですよ。だけどあのワイングラスで耐熱温度とかもあって、あと単純にもろかったりとかね。一応これ食器洗浄機もいけるやつだから、まあ耐熱温度差65度くらいで、まあいけなくもないかなとも思ったんだけど、ちょっと怖くて。あと生放送とかコメント欄でもちょこちょこ言われているように、カズマックスはうかつでドジっこでそこすものなので、まあ万全を期すのに越したことはないということで、はい、ハリオさんでね、いい感じのチューリップグラスあったんで買ってきました。はい、こちら、ハリオさんから出ている耐熱フレーバーグラスチューリップですね。型番が HFG300C ってやつで、300ml 入るやつですね。しっかり耐熱って書いてあるんで、ね、多分大丈夫だと思います。じゃあ開けていきましょう。よいしょ。よっと。お、おー、あ、なんかいい感じ。かわいい。あ、裏のシールもね、ちゃんと剥がしやすいわ。これありがたいですね。あ、ちょっと残った。あ、でも破れただけだったら全然問題ないわ。オッケー。こっちもペリッと。はい、というわけで出ました。なかなかいい感じじゃないですか。てか、あれ？これもしかして、あのお店で飲んだのと全く同じやつかな？なんか似たような感じがするね。まあ、チューリップっていう名前の通り、ここはね、くびれていて、この厚みも結構あるから、うん、頑丈そうですね。熱にも強そう。で、フレーバーグラスっていうくらいだから、まあ、多分この辺までワインとか、紅茶とか、コーヒーとか入れて、香りを溜めて、そこからこう、鼻もね、ちょっと入れる感じで、嗅ぐというか、飲み物のいい香りを溜めて嗅ぎやすいカップですね。別にこれを使ったから香りがめちゃめちゃね、立つとかそういうことではないと思います。だからこそその香りをより引き立てて、こう光るような飲み物選びが大事ってことですね。という面じゃ、まあエチオピアすごくやっぱいいよね。で、ワイングラスで忘れちゃいけないもう一つの利点、それが色を見れるってことですね。最近だとコーヒーカップでもまあ透明なのとかガラス製の増えてるけど、うん、これに入れてこう透かしてみた時に、多分ね、エチオピアのね、そう、エチオピアって結構浅入りとか中入りが多いから、軽めの焙煎度のこのエチオピアを入れた時にめっちゃね、多分ね、色が綺麗だと思うんだよね。コーヒーって黒いって考えられがちだけど、実は結構赤みがあったりとかね、茶色かったりとか、光にね透かしてみるとめっちゃ綺麗なんですよ。まあ入れ方にもよるけどね。はい、というわけで豆もいいやつを準備いたしました。堀口コーヒーのエチオピアです。これはナチュラル生成のフンダオリっていう豆ですね。綺麗なおしとももちろん合うと思うけど、ナチュラルもね、多分香りが、うん、甘くて柔らかくて美味しいと思います。じゃあ入れていきます。いや、でもいい豆ってね、入れた時はもちろんだけど、豆の時もね、いい香りがするんすよ。あーあー、うん、思ってたより香りに厚みがあるというか、しっかりしてる気がする。これは絶対うまいだろ。僕エチオピア普段結構軽めにね、やっぱ香りを生かして薄めに出すことが多いけど、まあ特にちょっと香り重視で柔らかめに出してみようかな。16。今回ゆっくりじっくり入れるというよりは、蒸らしだけしっかりして、あとはさっとね、あんまりドームとか気にせずにいきたいと思います。
それでは注がせていただきます。はい、というわけでね、フレーバーグラスっていうくらいですから、あったかいうちに湯気が立って香りが浸ってるうちにいただきます。あーいいね。あーやっぱ嗅ぎやすいわ。前に紹介したバレルアロマカップとかよりも、まあ格段にね、香りを閉じ込めておく広さがあるから、あーあれもいいけど、やっぱりワイングラスって段違いだね。なかなかこの発想はなかった。じゃあいただきます。うん、あー香りが美味しい。うん、うん、おーおーうまい。うん、あ飲み口もねすごいいいわ。適度な厚みが逆にいい。うん、このすぼまってこう反り返って唇にフィットしてくるから、すごくコーヒーを流し込みやすい。これうまいわ。いやーいいね。コーヒーってワイングラス飲めるもんだね。まあそれはこれもね、一つの器ですから、まあ、そういう固定概念に縛られず、うん、より美味しく飲むためのこうチョイスをするっていうのすごく素敵だと思います。ただやっぱり豆選びは重要ですね。浅入り中入りくらいの、まあ、やっぱりエチオピアとか香りがいいね、フルーティーなやつとか華やかな感じの豆なら合うと思うけど、多分ね深入りでやってもそんなに意味はないと思うんですよ。まあ別に悪くはないと思うんだけど、うん、軽めのフルーティーな爽やかなコーヒーが好きな方ぜひおすすめです。いやもう今日はね完全にもうモロパクリと言われてもしょうがないようなねネタでしたけれども、まあでもやっぱ好きなもんってそういうことじゃないですか。いいものはねもうどんどん取り入れて、自分のね、素敵なコーヒーライフのためにもうパクリまくりましょう。でもあとはあの本家のねそういうお店に行って、やっぱりねそういう体験をしてくるっていうのもすごくいいと思います。ぜひぜひアバウトアスコーヒーさんもおすすめです。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。はい、すいません忘れてました。僕結構ホットワインとか好きで、同じくハリオのこういうねグラスで、レンジでチンして手軽にね、ホットワインを楽しんでいるんですけれども、こいつも実はいけるんですよ。電子レンジいけるんで、これねホットワインとかいいんじゃないですか。うん、この2つを買った時ね、まさかワイングラスをレンチンするなんて発想がないからさ自然とこっちのチョイスになったけど、これもねそうラインナップに入れられるから全然気分によって形を変えられて面白そうですよね。はい、というわけでじゃあね。